鈴木のプリンプリン。これ本当にね、これさ、また5周出るの？どうでしょうね。あ、でも2だよ。2でスーパーラッキーっておかしいでしょ。で、3だとウルトララッキーな。でしょ。出ないっていう。せめて新フレーバーがね、フレーバー。少しはあの慰めになるんだけど。まだ来ませんか。これさ、ダメだよ。まださ、見たんだけどさ、うん、これまだ結構上。まあ牛乳もあるんだけど、うん、グリルもあるんだけど、うん、それが来るかどうかっていうのは分かんないんだよ、うん、あと2回だけどね。毎回3出てれば簡単に来るんだろうね。おお、1で押すと1回。3で押しても1回。新鮮。同じ味ばっかりさ、飽きるな。6、7。遅い方法もある。あ、久々に押さないやってみる。まあ結構はやってたよね、幼いの。たまにはね。ということで、結果で踏まえた時は、昨日は東京のコロナ62人でしたっけ。で、そのうちオミクロンが9人判明。で、1人が市中感染してます。なので、手指消毒と、うがい、マスクしっかり、ソーシャルディスタンス取って。幼いでね、久しぶりだけど、幼いで1だった場合だねえの。うん。そんな気もしないでもないけど。あっほほほほ、若いな。これはお酒だね。ね、せめて新フレーバー、フリルとあれが来れば救われるんですが。はい、来ません。なんかさ、このゲームはもう押しても押せなくても2がいいとこですよ。そうですね。これはもうぜひともあの何か条件みたいなの出してくれないとダメですね。その確率というか何も明示されてないですもんね。ということで、各チャンネルで登録の上、皆さんもあのあれしてください、発明してください、解明してください、そうしてください。ということでよろしいでしょうか。そう、近しまた来ますから。その時これもうちょっと減ってればいいね。ということで、各チャンネルで登録お願いします。そして、あ、ハッピーニューイヤーもです。ピー。